今回もやっていくわ。奥とね。ここは何駅ですか？マイチング駅よ。チャレンジ内容がガチ櫓を運べってなってるわね。ガチシリーズですか？前はガチここを運んだからね。通りで見覚えがある場所ね。お嬢様はプロモデラーで今回行くみたいです。さて、それじゃあ行くわよ。マップは縁側河川敷よ。当然敵はこのタコ舟たちということになりますね。相変わらず嫌な目つきしてるわね。まるで獲物を捕らえるハンターね。ま、私がそれを狩るんだけど。ガチ櫓がこんなところに。半分からじゃないの。どうやら違うみたいね。ここから持っていくとなると、かなり時間がかかりそうだわ。缶詰の中は生かしてやか。どうやら何回でも使えるみたいね。制限時間は5分です。通らないといけない関門が6個もあるのね。結構険しい道になりそうだわ。お嬢様、早速敵が。わかっているわ。さっさと倒れなさい。まずはお姉様近くにいたタコとメスを撃破。さらに第一関門も突破しました。1体ずつ来てくれるなら楽ね。次からはきっと数で押してくるわよ。とりあえずヌメルさんには乗っておくわ。次はどこから敵が来るでしょうか。あそこにジャンプの着地点。風の後ろに飛んでくるパワーってやるわね。っていうかこいつがどこにでも飛べるのずるいわね。確かに、かなりいい能力ですよね。私もマルシの敵どこにでも飛べるようにならないかしら。なるはずないでしょ。あ、第二関門を突破しましたよ。ふふ、今回も前のガチとこと同じく、爆笑でクリアできそうね。第三関門に到着したわ。お嬢様はスプラッシュゴムを投げました。あ、タコがこっちに来たわよ。こっちか、いや、みたいますね。こんな時を生かしてや。相手の攻撃を防御したわね。あんまり近くにいない方がいいわよ、タコとメス。爆速で敵を一体倒しました。だけどまだジェットパックの敵が残ってるわよ。倒す、キャッチ狩りよ。ナイスキャッチ狩りですお嬢様。ここで1分が経過したわね。乗ってないと勝手に下がるのはいつもと同じか。しかもマルチの時は中央で止まりますが、今回は一番最初まで戻るので厄介ですね。一回やられたら結構厳しくなるわね。できればこのままずっと櫓に乗っていたいんだけど、それはかなり厳しいかと。イカスピアもなくなっちゃったしね。イカスピアを一旦取りに戻るべきかしら。そうするとかなりのタイムロスが発生してしまいますが、それもそうね。でももう半分までは来てるのね。本当ですね。いつの間にかあと3年3つです。第4関門に到着よ。その前になんか敵が来てるけど。ふっ、落ちが済んじゃないわよ。お嬢様を落ち出すとはなかなかですね。お姉様川に落ちないようにね。わかってるわよ。まだ敵来るでしょうか。川かなり近いし、ここは早めに突破したいわ。ここで戦闘してると落ちる可能性高くなるしね。あ、どうやら突破できたみたいです。なんだか敵の攻撃が止んだわね。逆に不気味な感じがあるわ。第5関門に到着です。ここで敵行く。これは、上から撃ってるわね。重ね飛んでってます。さらにはネクラシも。厄介なスペシャルウェポン使ってきたわね。すぐに神外にでごかしかったわ。ボールは無期限ですよ、お嬢様。あ、アーマーが。あ、起きた。ふっ、タコとメス。ここでお嬢様ダウンです。何よフランスの目は。いや、案の定落ちたなって。案の定って何よ。いや、しかし今のはかなり厳しい状況でしたよ。あんな遠距離から撃ってくるとは。どうやらジャンプポイントから、バキ櫓に直接ジャンプできるみたいね。これはかなり便利な機能ですね。なんか姫も応援してるわね。こんな奴らに負けないわよ。今は第6関門に向かう途中です。お姉様、上にスプリンクラーがあるわ。山のスプリンクラーね。これ、挟まれてませんかお嬢様。とりあえず今はこの関門を突破することだけ考えるわ。ジェットパックの近くにいるわよ。こいつここにキャッチだか。投げてるわね。お嬢様弾き出されてしまいました。これまた結構ピンチじゃない？やぐら返しなさいよ。あ、お嬢様。わからなんなのよその目は。いや、落ちたなって。ちょっとうるさいわよフラン。お嬢様、時間が半分を切りました。中のゴールは目の前だったのに。もう突破するべき関門はないわね。私もやぐらに乗るのやめなさいよ。お嬢様が敵を倒していきます。どうやら結構戻されちゃったみたいね。しかし、あとはこのやぐらをゴールまで運べばクリアですから。ここに来てプロモデラーを選んだことを少し後悔してるわ。敵の武器全部プロモデラーより射程あるからね。こいつから一方的に撃たれてしまいます。そしてまた敵のアネクラシよ。アーマーが剥がれたわ。ここでお嬢様イカスピアを発動。まずはアーマーが回復するまで待って。さあどうやってお姉様はここを攻略するのか。イカスピアが切れてしまいますよ。誰も絶対当ててないじゃない。敵なんて倒さなくていいのよ。あくまでこのチャレンジはヤグラを一番奥まで運ぶこと。確かにそれはそうだけど。敵など全く倒さなくてもゴールすればこっちの勝ちよ。あ、どうやらゴールしたみたいですね。なんかゴリ押しでクリアしたって感じね。ゴリ押しでも何でも最終的にクリアすればいいのよ。ってことで次のチャレンジ行くわよ。次はどこの駅にします？これね、調子に乗りすぎ要注意。イケイケ駅。お姉様、言われてるわよ。言われてないわよ。これは駅の名前よ。チャレンジ内容は、ダメ風船を打たずに的20個壊せ、というものみたいですが。ダメ風船って一体何かしらね。そのまんまの名前すぎて何とも言えないわ。使える武器をよく見てませんでしたが。なんかチャージャーが多かったわよ。スコープか普通のチャージャーかジェットスイーパー。そうね、久しぶりにこれを使ってみようかしらね。お嬢様それは、スプラスコープよ。なんだかダメな予感がしてきたわ。久しぶりに使うと結構使える時ってあるじゃない。確かにそれは存在しますが。お姉様元から使えないじゃない。なるほど、あれがダメ風船ね。見るからに撃ってはいけない風船だわ。このダメ風船の下にあるこれを撃てばいいわけね。こんなでっかい的外さないわよ。お嬢様、フルチャージでの貫通にはお気をつけて。スパーンと言ったら一発アウトよ。このチャージャー、一体どこまで貫通するのかしら。それはちょっとわかりませんか。ま、見てなさい。壊せばいい的の数は20個みたいね。制限時間が1分しかありません。おっと、これは時間との戦いでもあるみたいね。その焦りがエイムをずらしていくというわけか。時間で焦るようなエイムしてないわ。どうやら風船についてない的もあるみたいですね。そっちの方を狙った方が安全性は高いわね。ちっ、ふよふよ風船が浮いてくるのが鬱陶しいわね。そしてインク補充インク補充。あの左下にあるの結構いいじゃない。確かに、あれはエイムだね。壊せばエイムとの数半分を切りました。あとはあの1個。
奥にあった的は全部壊せたわね。お嬢様はインチ補充しています。ちょっと危険なところ狙わないといけなくなってきたわね。あ、危ないです。おお、風船ギリギリ。しかも今ので二つ一遍に的を壊したわ。それじゃあ最後の一気に壊してあげるわ。ナイスショットでしたお嬢様。無事ここの駅クリアね。調子に乗りすぎ注意。いけいけ駅クリアよ。矢印みたいな練りメモリーが落ちたわね。しかし一発でクリアするとはさすがですお嬢様。やっぱりチャージャーの腕あるみたいね。よし、これからはマルチも全部チャージャーで。味方の迷惑になるからやめろ。マルチと的打ちは違いますからね。そうかしらね。まあいいわ。4つのあれまであと一駅よ。本当ね。これをクリアすればようやく一つ目の4つのあれが入手できるわね。次の駅はピロピロ街道をぶっちぎれ切れ谷三座駅です。チャレンジ内容が10を舞いつつゴールせよだって。ちょっとよくわからないチャレンジ内容ね。10を舞いつつですか。またトランポリンでジャンプしながらとかじゃない。確かにあれなら宙に舞えるわね。武器選択画面ですお嬢様。このおすすめの赤羽シューターを使うわ。なんでこの中にチャージャーがあるのかしら。一つだけ射程が全然違う武器でしたね。それじゃあ切れ谷三座駅やっていくわよ。あれ、なんか見覚えのあるものがあるわね。あ、ピロピロってそういう意味だったのですね。これってピロピロって名前だったっけ。そんな名前だった気がするわ。つまり今回のチャレンジはこれを使って進んでいてということですね。でもこれって宙を舞うっていうのかしらね。うん、微妙ね。っていうかこれ赤羽じゃちょっと強い気がするんだけど、射程がかなりギリギリですね。こんなことならチャージャーを使っておけばよかったわ。多分もっと無理になるわよ。あ、アーマーがありました。今度のピロピロは結構長いわね。それに、上に結構敵がいるわ。厄介ね、一歩決めたら一気に行かないと。次のピロピロは上ですお嬢様。上のピロピロもあるのか。結構登るの怖いわねこれ。ここお嬢様突破しました。次のチェックポイントがあったわ。後ろなんか向いてどうしたのお姉様。お前だけは倒しておくわ。なぜ一体だけを。なんか腹立ったからよ。少年に面倒くさそうな奴がいるわよ。バトリングを打ってきそうですね。しかも行く道は一本しかないと。内回りを狙って前に進むしかないわね。あ、ピロピロが後ろに。あれ、もしかして私積んだ。いやいや、さすがにインク届くわよ。これで届かなかったらかなり難しい仕様でしたね。で、お姉様いつ行くのよ。今よ、全速せずそのままのスピードで突っ込む。お嬢様前にいた敵を倒しました。これ、バトリングオプタリアン。何よバトリングオプタリアンって。あ、ジャンプポイントがありますお嬢様。飛んだ先にはチェックポイント。まだ最終じゃないわね。ピロピロを撃ってと。今のところ結構順調に進んでいますお嬢様。右側にシールドがついてるオプタリアン。邪魔ねこいつ。別にこの敵は無視していいのでは。後ろから撃たれるのは厄介だわ。どうやら倒すみたいだよお姉様。シールドが剥がれればただの雑魚よ。あれ、これってもしかしてこのピロピロで。さくや、何も言わなくていいわよ。え、ねえねえどうしたの。な、何でもありませんよ妹様。そうそう、何でもないわよ。何でもないならいいわ。またまたチェックポイントです。ここからはインクレイルを使うみたいね。一体どこに繋がるのかしら。っていうかこれもピロピロ撃たないとダメなのかしら。一応撃っておいた方がいいかもしれませんね。リーダーがこのインクレイル元の位置に戻ってるって。なるほど、そういうことね。ピロピロ撃っておいて正解でしたね。この箱、何が入ってるかしら。で、戻る戻る戻る。打ち返せばいいじゃない。いや、でも特にいくらいらないしいいわ。先に進むわよ。たくさん箱がありますね。こういう時はスプラッシュゴムで全部壊せばいいわ。綺麗に壊れたわね。そしてここが最終チェックポイントみたいですね。う、これはものすごい量のピロピロがあるわね。これは少し考えないと落ちてしまいますね。ち、さらにスナイパーまでいるじゃない。まあここを突破したらクリアだろうしね。しまった。あ、お嬢様が下に真っ逆さま。これで残り3機だね。あいつに狙われるのは厄介だわ。どうするのですかお嬢様。早くよ、なるべく早くここを突破する。まあそれしか考えられないわね。それじゃあ行くわよ。チャージャーは3つ目のピロピロを動かすと狙ってきますね。さあ、ここからは速攻よ。お姉様の動きに迷いがない。かなり速い動きです。ち、違う場所に当たってるわね。少し時間かかったけどここも突破。今度はこの下。いや、お嬢様これは、高さが足りない。迷いなく落ちていったわね。確かに落ちてしまいましたが、スピードはかなりいいものでしたよ。どっちにしろこれが最後の残機よ。この一気でクリアしてみせるわ。さあお姉様はこの一気でクリアできるのか。ここまではさっきと同じ感じです。問題はここからね。また別のピロピロに当たってるわよ。当たり判定。あ、ピロピロ出ましたよ。こっちに飛び移ればいいのよね。でも結局下に行くならさっきのルートでも合ってるわよね。次のピロピロは一体どこ。あ、お嬢様後ろです。そうか、こっちだったのね。正規ルートが見つかってよかったわね。上に飛んでる敵がいます。追いかけて倒す。あとは何かに繋がってるみたいね。あと少しであの上で私を狙ってるやつをぶっ飛ばせる。今まで一方的に狙い撃たれてましたからね。これでようやく上に行けるわ。いたわよ。私はここよ。ナイスキルですお嬢様。姫が強くなったって褒めてるわ。私は元から強いわよ。これでクリアですね。クリアおめでとうございますお嬢様。結構報酬いいわね。ギリギリノーコンティニューで行けたし、よかったわ。そしてお嬢様、ついに。そう、ついに4つのあれの1つ目に対面できるわ。その前に絶対ボスがいるわよ。私もそう思うのよね。4つのあれを守るボスですか。確かにその可能性は高そうですね。一体どんなボスが待ってるのかしら。イーダが新しいチャットログを送信したみたいです。今度読んでみようかしら。どんな会話してるのか確かに少し気になるわね。ま、その前に今は4つのあれよ。石杖となりしあれ、ここに眠る、なるへそう駅。しかしあれあれうるさいわね。ズバリ言いなさいよね。私たちあれの情報一切持ってないから、どんなものかもさっぱりだしね。最強武器だったらいいのに、多分それはないかと。わかってるわよ。ってあれ、何かしらここ。いきなり武器選択画面だけど。選択肢がスプラシューターしかないわ。しかもいつもあるゲートのようなものもないですよここ。ポイント使わずに先に進めるみたいね。一体この先には何か、何か正面に光ってるものが。
いいだが一応周囲に気をつけて、だって。何かしらこれ、実物を見てもさっぱりわからないわ。丸い光に包まれて何か入ってるみたいだけど。とりあえず撃ってみればわかるわよね。どんどん膨らんでいきますけど大丈夫ですかこれ。全てが弾け飛びそうな勢いね。まだ撃ち続けないとだね。あ、割れました。何かしらこれ。形はプリンに似てるわ。確かにプリンと言われればプリンと言えるような。言えませんお嬢様。冗談よ昨夜。ていうかえ、これで終わり。どうやらそうみたいね。ホストかはいなかったみたいですね。そしてなんか主人公は撮ってるわよ。そんなにこんな変なのが見つかって嬉しかったのかしら。荷台で運び込んでますね。ふむ、あんなようなやつをあと3つ集めるのか。あと3つもあんな感じなのかしら。どうでしょうかね。そうかもしれませんし、そうではないかもしれません。あ、久しぶりの電話。何回祝ってくれてるみたいよ。やっぱりあと3つ見つけないとダメみたいね。当たり目指令は何か知っているのでしょうか。よくわからないって。ないわ、当たり目指令の言う通り、こんな感じで集めていくわ。ってことで今回はここで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。